だけ集まるクーニー TV。 どうも、クーニーです。今日はこいつを使いたいと思います。でんでーん、よみがえれ発球発球ボーイ。そういうことで、これは軟式ボールを磨くためのブラシです。こいつとクーニーの出会いですけれども、北区の軟式野球大会に参加してるときに連盟が用意してくれたこのブラシだったんですけども、まあ、ファールボールとかにね飛んでいったボールを、まあ、こいつで磨くとめちゃめちゃ綺麗になったんで、これいいなとずっと思ってて、これめちゃめちゃいいなと思ってて、それでビクトリアにねたまたまこの前行きましたので、その時に購入させていただいたという商品です。で、今日はこの3つの汚いボールを綺麗にしたいと思います。よっしゃ、開けたぞ。中こんな風になってます。ほら、では早速磨きたいと思います。まずはレベル1のボールから磨いていきますよ。じゃあいきます。ちゃんとつけて、おっ、なんかすごい中でねしっかりとねボールにかかってる感じがありますね。おお、白くなってる気がすんな。はい、タオルで拭くとこんな感じにピッカピカになりました。超ピカピカです。続いてレベル2のこの汚いボール、こいつをきれいにしていきたいと思います。おー、すでにこれすげえきれい。うどーん、こんな感じにこいつもほぼもう新品かのようにね綺麗になりました。すごいですね。さあ、お待ちかね、このドス黒いこのボール、果たしてどこまで綺麗になるんでしょうか。早速やってみたいと思います。レベル3の汚さ、綺麗になるかどうか。片半分だけやってみようかな。片半分だけ、お、落ち着こいね。綺麗にしてますけど、こっち側はこんな感じ白い、こっち側は黒い、こんなに違う。ほら、はい、ということでレベル3の汚いボール、これぐらい真っ白になりました。もう完璧に真っさらっていう感じではないんですけども、もうかなりね綺麗なボールになりました。すごいですね。ということで今日は汚れたボール3種類を使ってこの発球ボーイで磨いてみたところ、全てのボールが新品同様に綺麗になりました。このねボールをパッて入れた時にね、もう明らかに擦れてる感が出るんですね。もうすごいこの中でグリップが効くというか、もうボールに対して汚れをかき落とす意思が垣間見えるこのアイテムでした。素晴らしいですね。ということで今日の動画は以上となります。応援、コメント、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それでは失礼します。俺が俺にオンデマンドクーニンだ。最近ツイッターも始めたぞ。ツイッターではその日思いついたことをつぶやいたり、はたまた皆さんの質問に答えたり、またまた夜にツイキャスを最近やってるんですけども、それの開始報告だったりをしております。なので皆さん気が向いたらフォローよろしくお願いします。お願いお願いお願いします。またインスタグラムなどもこまめにアップしております。インスタグラムでは主にグローブの写真をかっこよく加工してアップしてるので、こちらもチェックしてみてください。それでは See you!